今日は僕の動画を見てくださっている方からいただいたご質問に対してですね、動画でちょっとお返事をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。先日ですね、僕の動画の方に、質問のコメントをいただきました。でその、ご質問なんですけども、胸のトレーニングに、対してのご質問でした。でその内容がですね、胸のトレーニングでダンベルのベンチプレスをやられているということなんですけども、何レップ数できるようになったら何キロ上げていった方がいいでしょうかというご質問でした。でもう一つですね、インクラインのダンベルベンチプレスと、フラットのダンベルベンチプレスを行っているそうなんですけども、そのどちらを1種目目に第1種目目に持ってきたらいいんでしょうかというその2つのご質問をいただきました。で今日はですね、それについてちょっとお話をさせていただこうと思います。でまず、最初のご質問なんですけども、ダンベルのベンチプレスをですね、何レップスできるようになったら何キロ上げていった方がいいんでしょうかというご質問なんですけども、まずですね、その方が実際に何キロで何レップスできるかというのが、書いてなかったものですから、ちょっとその辺の、具体的な数字というのがわからないんですけども、これはですね、正直なところ決まった数字がないというのがお答えになるんですけども、ですね、自分が上げたいと思った時に、上げたい重量でやるというのが、正直なところ答えになります。自分がですね、普段やってる重量がちょっと軽いなというか、いつもより今日はなんか力があるなというふうに感じた時というのが、上げ時なんじゃないかというふうに僕は思ってるんですけども、その時にですね、自分が挑戦したいと思う重量というのを上げていただくというのがいいというふうに思います。で、あえて具体的な数字を言うとするとですね、胸の種目の場合ですと、僕はですね、大体7、8回ぐらいできたらですね、重りは上げてもいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、その上げる重量ですね、それもですね、あえて数字を言わせていただくとすると、その時に扱っている重量の1割増しぐらいですね、そのぐらいの重量を上げるというのがいいんじゃないかというふうに思います。例えばですね、20キロでダンベルベンチプレスをやって、それが8回ぐらいできたらですね、1割アップ22キロぐらいでやってみるというのがいいんじゃないかなというふうに思います。でそうするとですね、おそらく5レップ数ぐらいに回数が減ると思うんですけども、そのぐらいの感じで挑戦してみていただければいいんじゃないかというふうに思います。でもちろんですね、フォームを変えずに行うというのが、条件になります。フォーム変えちゃって、ね、重りに挑戦してもそれは怪我の元になりますので、軽い重量というか、自分の扱える範囲内でフォームを崩さずにできる範囲で、重量というのを上げていっていただければというふうに思います。でこれですね、1割アップというふうに言いましたけど、ですので重量がね、上がっていけばいくほど、こう上げれる重量の幅というのはある程度増えていくというふうに思うんですけども、例えば40キロ上げれる方でしたら4キロぐらいは増やしてもいいというふうに思います。でこれはですね、やっぱり重量を上げるようになると、そのあたりのこう振り幅というのはある程度大げさにやってもいいというふうに、思います。例えば極端に50キロ上げれる方でしたら、いきなり60キロに上げるというのもある程度ありだというふうには思うんですけども、20キロ上げれる方がいきなり30キロに上げるというのは、これはちょっと無理があるというふうに思います。重量の上げ方については、あえて具体的な数字を上げて言うとするとこんな感じで、僕の思う重量の上げ方というのは、上げたい時に上げれるなと思った時に自分の挑戦したい重量に、重量を上げるというのが、僕の思う答えになります。でもう一つの、フラットのダンベルベンチプレスとインクラインのダンベルベンチプレスをどちらを第1種目目に持ってきたらいいでしょうかというご質問に対してなんですけども、
これはですね、どちらでもいいというのが、僕の答えになります。第1種目目に持ってくるのはですね、その時にその日に、自分がですね重点的に鍛えたいと思っている部位を第1種目目に持ってくるのがいいと思います。ですので今日は、胸の上部を重点的に鍛えたいというふうに思われているのでしたら、インクラインのダンベルベンチプレスを第1種目目に持ってきた方がいいと思います。でそれと同じようにですね、今日胸の、全体的な胸の、バルクアップを目指したいというふうに思うのであれば、フラットのダンベルのベンチプレスを第1種目目に持ってくるといいと思います。でそれはですね、ある程度こうバリエーションをこう変化させるような感じで順番を変えるといいというふうに僕は思っていて、例えばインクラインのダンベルベンチプレスを2週続けてやったとしたら、次の週はもうフラットベンチプレスをですね先にやるといった感じに、ある程度こうメニューのバリエーションというのは変えた方がいいというふうに僕は思っているのですから、そんな感じにですね、インクラインのダンベルベンチプレスとフラットのダンベルベンチプレスはバリエーションをつけてやってあげるといいと思います。その時に自分が重点的にやりたいと思う種目を第1種目目に持ってくるというのが僕の答えになります。と、こんな感じにですね、このご質問に対する答えを今日は、動画で喋ってお返事させていただきました。ちょっと文章にしようとするとなかなかまとまらないというふうに思ったものですから、今回はこうやって動画で、話させていただいたんですけども、こんな感じにですね、いただいたご質問に対して、こうやって喋った方がいいなというふうな、ご質問はですね、これからも動画で、喋っていこうかというふうに思っています。ただですね、このご質問をいただいたのは12月の31日だと思うんですけど、今こうやって喋っているのは1月の1日なんですね。ということで明けましておめでとうございます。ちょっと取ってつけたような挨拶になってしまいましたが、でこれをですねアップして編集してアップするのにまたちょっと日にちがかかってですね、実際ご質問いただいた時から、答えの動画を出すまでに少しタイムラグが生じてしまうんですけども、その辺はご了承いただければと思います。いつもですね僕は家でパソコンでちょっと動画を編集してるんですけども、子供をですね寝かしつけてから夜中こうカチャカチャとこっそりやってるもんですから、こっそりというか子供が起きてるうちはできないもんですから、子供が寝てからやってるもんですから、作業時間というのはちょっと限られてしまってですね、1日にできる時間というのが、2、3時間取れればいい方かなという感じなんですけども、そんな感じで動画を撮ってから編集してアップするまでにちょっと時間がかかるということの言い訳をさせていただきました。でですね、あと年末に撮った、動画もちょっといくつかあって、それもまだ編集してない部分もあるんですけども、それもですね随時編集でき次第アップしていきたいと思います。と、こんな感じにですね、今年もまた、ちょくちょくと動画をアップしていきたいと思っていますので、今年も1年よろしくお願いいたします。ということで今日はですね、この辺でこの動画を締めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。